ンゴです。今日の動画はじゃん、こちらグレイルの動画なんですが、欲しいものだけを頼んでみました。結構ですね、私グレイルを普段から利用するんですよ。で、欲しいなと思ったものがあったので、そちらたちを頼んだので、せっかくなので動画にしようと思って回しています。すごい可愛いものたちを買ったので、ぜひ皆さんと一緒に共有したいなとか、あとサイズ感とかもね、共有できたらなと思います。ということで早速開けていきたいと思います。まだね、封してあるんです。今回ブーツと靴をね、買いました。あとはズボンだったかな。もうちょっと忘れてるとこはあるんですけど、何を買ったっけなって感じで開けています。靴は覚えてるの、欲しかったから。あ、まず靴から見ていきます。大きいよ、大きい。箱に入ってまして、そうそうそう、ブーツがね、欲しかったんです。あ、いい感じじゃない、こんな感じになってる。あ、なんか思ったより私大丈夫かな、ここが高いかも。なんかあれ、もっとさ平らなの買った予定だった。あれあれれれ、もっとフラットなやつ買った予定だったんですけど、私ね、前回ブーツ実は買ってるんですよ。買ってるんですけど、あのね、私 23.5 が普通のサイズなんだけど、グレイルで 23.5 を頼んだらちょっと親指が当たって痛かったんですよ。履き心地はめっちゃ良かったんですけど、なので今回ワンサイズ大きい100なわけない、24センチを購入しました。あれ、私さ、これさ、フラットのやつ買ったつもりだった。こんだけでも結構きついんですよ、かかとが。なんか間違ってる、なんか幸先悪くない。普段のあの1999のハッピーバッグとか当たるのに、自分で買い物するとよく失敗することがあって、ちょっと確認するね。タンクソールロングブーツを買ったんじゃなかったかな。あ、売り切れてたんだっけな。これがちなみに、あー、でもちょっとブーツだわ、スクエアトゥロングブーツってやつを買ってました。結構思ったよりかかとがなんかあるかもしれないって思ってる。ちょっと履いてみますね。よいしょ。今ちょっと服装に合わなすぎると思うんですけど、どうだろう、この24センチにしてみたんだけど、それが吉と出るか凶と出るか。よいしょ。あ、でも履きやすいかも。あ、可愛いじゃん。どうですか。あ、しかもね、なんかかかとちょっと高いけど、なんか平気そう、歩けそう普通に。あ、サイズも24ぴったり、ちょうど良さそうです。なんで私 23.5 の人とかだったらワンサイズ上げてもいいかも、グレールの場合。まず一つ目のブーツがこちらを購入しました。よいしょ。ブーツはね、この時期からまだまだ春先まで使えると思うので、一つ持ってたかったんです。あの、サイズが大きい。しかもさ、この形が可愛くて、見て、前がね丸くなってるの。こんぐらいのかかとの高さでも私は結構苦手分野なんですよ。だからこれが痛くなるかどうかはちょっと履いてみないと分かんないんですけど、履いた感じは全然そんな感じしなかったけど、ちょっとどうかなっていう感じです。まず1点目がブーツを購入しました。2699円、安いよね。続いてのお靴はこちらこれはちっちゃいんですけど、これも欲しかったんですよ。じゃーん、こちら。こういうさ、何にでも便利なね、靴が欲しくて買いました。これも私は24センチを購入してみた。これもちょっとサイズ感だけ履いてみる。あ、全然いいよ。大きくもないし、小さくもないです。でもちょっと浅いな。浅めの靴なのだね、これはきっと。あ、すごい、なんかふわふわします。中がふわふわして履きやすいかも。ただちょっと脱げやすい、大丈夫かな。ちょっと大きいのかな、やっぱ。靴によるよね。ちょっとマーチン風な感じ、全然マーチンじゃないんですけど、ですごい可愛いなと思ってこちらも購入しました。可愛いよね。可愛い。これさ、ワンピースでもいいし、ズボンでも可愛いし、今日の格好とかでも可愛いと思ってね、買っちゃった。かわいい。なんかこれも歩きやすそうです。靴
下が脱げるタイプの靴な可能性はあるけど、中がね結構ふわふわしてる。こちらがですね、なんてやつかというと、ツーウェイ厚底レースアップシューズって書いてある。ツーウェイって何？なんでツーウェイなの靴が？ちょっと待って、見てみるね。あ、ツーウェイってそういうことだ。なんだと思ったらリボンがついてます。あの麻紐みたいな感じのやつか、こういう可愛いリボン系にするか自分で選べるよって感じだけど、私はこのままでいいかな。何のツーウェイかと思っちゃって、いや私自分で買ってるんですけどね。びっくりした。こうやって見る限りは、まあ紐でも可愛いかなって感じですけど、このままでも全然可愛いので、これで私は行こうと思います。これはね、なんと1699円でした。こんなに可愛い靴なのに1699円。これはとっても気に入りました。嬉しい。そしてそして、次は洋服になるんですけど、まずじゃん、ズボンを買いました。これですね、スキニーパンツみたいなやつを買ったんですけど、私ね GU でスキニーパンツを買ったら結構お腹が苦しくて履いてられなかったんですよ。だから伸びるって書いてあったこちらを買ってみた。これがね、何だったかな、これがハイウエストスキニーデニムパンツってやつ。ちょっと履いてみたいと思います。まずこちらとズボンまだ買ってて、なんかちょっとズボンは難しいなと思ったんですけど、ちょっとグレールを信じて買ってしまった。これもスキニーパンツでもちょっと太いかなっていう感じはしますね。でもこれね、すごい伸びるのよ。伸びるって書いてあったんだよね。スーパーストレッチハイウエストスキニーパンツ1499円。まあ1499円ならいいかなと思ってこちらも買ってみました。しかもハイウエストの感じがすごい可愛いと思って、すごい伸びるの、伸びるの楽だよね。だからちょっと買ったんですけど、プラスまだあります。これはね、ちょっとバイトとかに履いていきたいなと思った楽なズボンも買いました。これめっちゃ楽そうじゃない？ちょっと見てよ、テロテロちゃん。これちょっと出かけられるかな。でも可愛いよねこれも楽そうだから買ったのと、でハイウエストを2つ買った理由がですね、最後になるんですけど、このね、このカーディガンを買ったんですけど、これめっちゃ可愛いなってずっと思ってて、インスタとかにね着てる子が出てきたりして、めちゃくちゃ可愛いなと思って買ったんですけど、見て短くない？だからハイウエストのズボンとかに合わせたらすごい可愛いんじゃないかなと思って買ってみました。ということで早速ズボンたちを履いてみたいと思います。はい、まずこちらハイウエストスキニーデニムパンツの1599円、 M サイズを私は買ってみました。お腹は全然大丈夫そうで、ストレッチも効いてて、これだったら普通に履いていられます。でね、少しね短めになってる、ここが。これからの時期いいかもしれないですね。冬はちょっと寒いかもしれないけど、でもさ、例えば見えない靴下履いてね、みんなは見えない靴下を履いて、この靴を履いても可愛いんじゃないですかね。ちょっと見える感じが、ちょっとこの靴下ダサいですよ。靴下、あの見えない靴下履いてね、今裸足で履くけど、見えない靴下履いたらほら可愛い感じにならない？可愛い。こちらを購入しました。はい、そしてこちら楽そうで買ったパンツです。めっちゃ楽、しかもテロテロな感じです。これはいいです、バイトこれはいい。なんかさ、まあピチッとしたのは絶対かっこいいとは思うんですけど、こんぐらい、なんだろう、楽なズボンってやっぱりいいじゃないですか。でもおしゃれしたいなって時もあったりして、パジャマで行くわけにはいかないから、こんぐらいのそのラフさいいなと思って、一見おしゃれに見えるというか、こんな楽なのに、まあなんだろう、可愛い感じにもなってるし、これはいいですよ。しかも安かったよ、これ。これね、999円でした。これおすすめです。このひらひら揺れる感じもすごい可愛いし、透け感もないと思います。可愛い。そして最後、上下着てみたいと思います。はい、まずズボンがこんな感じです。可愛いけど、まあちょっとはね、なんかこう、もたついちゃうかな。私は M サイズを買ったんですよ。ウエストのことを心配して。S でもよかったのかなっていう
ちょっとところはあるけど、でもギリスキニーと呼べると思いますし、上と合わせてみたらこんな感じです。あのハイウエストになってるので、このカーディガンがすごい可愛いなと思って買いました。これはねスカートとかに合わせても絶対可愛いと思うし、この格好でさっきの買った靴を合わせても絶対可愛いと思う。スキニー系でこういうマーチン風の靴合わせても可愛いんじゃないでしょうか。はい、こんな感じです。下はこんな感じで、上はこんな感じです。可愛いですね。楽だけどやっぱ全然違う。自由の方がもっとぴったりしてたんですよ。でかっこよく見えたんだけど、お腹が締まんなかったの。だからもうサイズをアップしたやつを買うか、ストレッチが効いてるこういう楽だけどスキニーっぽいものを買うか迷ってたんですけど、グレルを見てたらあったので M サイズを私は買ってみました。でもね S でも良かったのかなってちょっと履いてみて思ってるけど、まあ後悔はないです。安かったですしね。ちょっとまあこの辺とかは見て、ほら隙間が空いちゃうから、スキニーとしてはちょっと緩いのかなと思いますが、でもまあギリいいんじゃないでしょうか。こうやってしゃがんでも全然苦じゃない感じです。ただ通販なのでサイズだけがちょっと難しいと思うんですが、私は M サイズを購入して、この辺はちょっと緩かったかなって感じです。お腹はぴったりなんだよね。だから私多分足の細さとお腹の出が合ってないんですよ。お腹が足の細さより出てるのなので GU のやつも足はぴったりなのにウエストが超きつかったりちょっと難しいので、今年はお腹を絞っていこうかなと思ったり思わなかったりしてますでもあの全然着れなくはないので、今日買ったものたち全部大成功でした。この服にもブーツいいんだろうね。ブーツもねこの高さが私は疲れちゃうのかなっていう不安はありますが、ただちょっともたついた感じになっちゃう、やっぱり。だからブーツとかに合わせるにはもっとぴったりの方がかっこいいと思います。やっぱ難しいなと思いました。ただあの履けることは履けるし、こういう短い靴も買ったので短い靴に合わせようかなと思っています。何より着ていて楽、ストレッチ効いてるのがすごいいいなと思いましたので、グレール気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。しゃがんだりできるのすごいよね、ブーツ履いて。よいしょ。本当はよいしょ、もう一個サイズ落とせばよかったかな。でもウエストがね結構ギリで、しかも楽な方が私は好きなので、まあ我慢しましょう下はね。ということで、でも大満足ですバイバイ。